元橋香織は、熊本県民テレビのエグゼクティブアナウンサー。愛称は、もっちゃん。神奈川県横浜市出身。川口市立川口高等学校、大阪芸術大学卒業。1986年に、熊本県民テレビに入社後、ズームイン。朝、の二代目熊本担当キャスターとなる。その後は長年にわたり、夕方のローカルワイド番組。 テレビタミンを担当。そのほとんどの機関においてメインキャスターを務めていた。2018年4月から2020年3月まで昼の情報番組、もっちゃん TV を担当していた。大阪芸大在学時、交差点バンドというフォークデューを組んで音楽活動をしていた。また、市民劇団での芝居活動もしていた。自動二輪車運転免許と普通自動車運転免許を取得している。 このうち校舎は40歳になってから取得した。会社へはオートバイで通勤している。読売ジャイアンツのファン。過去に担当していたテレビタミンでは中継先から持ち帰ってきてもらったシュート未得手製のチャーハンに舌鼓を打っている。最中に突然むせてしまい、咳き込んでいるうちに番組が終了。挙句にその後もずっと咳き込んでいた。その模様は 日本テレビ系列の特別番組ニュースの女王決定戦で放送された。なお、同特番では元橋の名前はテロップ表示されなかった。2008年公開の二郎長三国史に切られ役で出演している。ありがとうございます。